えていく。さあ見ていきましょう。夏海選手 VS ディット選手。さあハーフバーリングから思い切りのいい DA。 さあ前投げ、さあ前投げ、クーマへ、そしてクーマへもう一回は入らないものの PK ファイヤー、 PK ファイヤー、クーマへ、さあ降りて、こかすことはできず、ちょっとステップが出なかったか、つかみは通らないものの、さあ PK ファイヤーからのつかみ前投げ。さあここにもう一匹カビいますね。PK ファイヤー、さあ横強置いて、いや、いい勝負だ、うん、さあ横強、うまい、いや、さあ空後でこの位置は、さあ復帰阻止狙ってきたが空さん空前しっかり当てて、さあこの位置になると、おっと、あ、飛びすぎ、飛びすぎ、これには夏海選手も顔を後ろでモーリスカービィがうるせえぞモーリスカービィでありモーリス熱でもあるんですよねさあ横強で崖展開に持っていった夏海選手、さあ弱弱弱、つかみは通らなかったが掴んだのはディット選手。さああの下見はサイマグは、さあ上手いか、避けて避けたものの、さあこれは後ろ投げ、まずしかしバーストしない、うまい、しっかり回避見てここを置いていた。さあこの位置で今度ディット選手がクーマイ、クーマイの壁 PK ファイヤー、 PK ファイヤー、 さあ横スマッシュフルホールド、いやらしい投げだ、うまいぞ、さあ掴んでこれは前投げまで確定、さあそれ DA 53%、惜しい、さあ復帰には復帰阻止にはクーマイで置いておくよと。さあおっと火の玉ボールを打ちに行ったディット選手、クーマイうまい、おっとうまいぞ、叫び声が聞こえる、さあ白の配信なのでガヤはこの辺出てしまう、さあ掴みは通らなかったがクーマイ、クーマイと当てて、さあ PK ファイヤーからノンコンバ、さあなんとか 35% で抑えた、さあサイマグ、クーマイ、さらに前投げ、怖いな、さらにクーマイ置いて、この位置怖いぞ、怖いぞ、怖い、さあとりあえずは、さあ間合いはしっかり掴んで上投げ、しかしまだバーストしない、おっと着地に置いていた、怖いところ、さあこれはしかしまだバーストしたいる、さあこれは怖いぞ、しかし前投げ後ろ投げ、おっとビッグ編が少し悪かったか、上方向へのバースト、夏海選手バースト、あれ違う違う、あ、びっくりした、違う違う、コーギーさん聞こえた、あんた出ちゃダメあんた出ちゃダメびっくりした、いやいやいやびっくりした、コーギーさん名前呼ばれてますよさあ1戦目、1戦目スマムラで、いやあの後ろ投げはもうすごいよ、やはりね、あの、ね、S の後ろ投げはね、もうびっくりですわ、ずっともうやっぱ言われてますね、言われてますからね、紀元前から言われてますよ、ネスの後ろ投げはやばい、やばい、飛びすぎだ、あれは飛びすぎ、まあでもね、やっぱそれはやっぱ強い分警戒しないとね、いけないというところで、まあ、全人類が共通認識でねやっておりますね、やってますね、ただやっぱね、ネスのもう一個悪いのはね、崖ヨーヨーですよね、崖ヨーヨーですね、あれは強いんだわ、あれが強いんですよ、さあさあ気持ち気持ち入れ替えて、さあ2戦目ポケスタ2となります、3、2、1と、さあまずステップでお互い様子見、さあ上強を見せて、さあ掴んで前をと、さあさらにもう一発、はい、クーしたもう一丁狙って、取っていく、さあ夏海選手見せてくれ、さあさあ会場味方につけて1ストと取っていく、さあ DA、 さあ乗ってる乗ってる、さあ熱頑張れの声、声の主は郁弥でしょう、さあ今度は
さあ前へステップしてきた瞬間にビッグファイヤー当たるもん、おっと来るぞ、あーさあさあ DD がやってまいりましたねさあ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  DD でいけるか、足しっかり掴んで、っこう、はい、さあさらにクーマイクーマイビッグファイヤークーマイ、あーうまい、さあ上手、後ろ投げ、さらにカード刺して、さあこの手でクーマイでなんとか回避、展開取りたいところ、中央に持っていった、さあ横球横球、これは後ろ投げ、しかし しっかり、さあしかし回避を使ったので消していく、うまいぞ、PK、うまい、さあそしてこれは3番手のいくか、先制いきます、さあまだあるぞ、さあお互い見合って見合って、さあ集中力切らさない、ね、うまい掴み、さあ決めるよー、いったー、いい空の、さあ素晴らしい、1戦目と打って変わって夏美選手が3立て、さあ視聴者から銀玉乗り移ってる素晴らしい空語が刺さっていく、いやこれまずいや鳥肌もんっすね、いやまず1ストメの、うん、やっぱもう展開の作り方と、ね、これ流れ来てますね、銀玉の影と背中にはこれカレーが見える、見えるね、ハンマ言うてる、ハンマ言うてる、あのセルフォーネのご飯のねカメハメハよさあステージ今度変わりました、俺は地球のダメージを気にしてる、解放するんだいやそんなのちゃんと見てくれてるからね、憑依合体まで出てきましたね、憑依合体、オーバーソウルっす、オーバーソウルやねこれは俺が葬式の時に一番流してほしい曲やけど生き返るこれさあ戦場、戦場、おっと、ああこれ選手選択間違えたということで、なので落ち着け落ち着け、まだあるまだまだあるよ、まだまだまだ、あわわわわわわ、大丈夫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 、あわわわわわわわ、いやこれでね、熱の勝ち、さあ戦場化になっていたということですね、終点がさあちゃんとね、さあやり直しですね、これ曲いい曲だったんですけどね、いやまあ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 、まあしゃあないですこれはね、うん、さあ3戦目見ていきましょう、さあ会場盛り上がっていくぜお前ら、ウィーディーのリザルトさあ見ていこう、1日で迎えた夏海ウエスリットというところで、クーマイからのコンバはまあ最小限に抑えているが、いや先の流れこのまま持っていきたいですね、3試合目しっかりと距離管理しているぞ、しかしリット選手はやはり先ほどの流れを今度は断ち切るといった意味でうまくやっていきたい、さあ空後からクーマイ、そしてつかんでこれクーマイ、おっと台が飛ばしている、PK ファイヤー掴んで前だけ、おっと食べたい食べたい、さあ空前でうまい、これはあっともう一個空いている、さあこれはさっきのジャンプやった、ノージャンプ、しかしこっから夏美選手取り返さないといけないぞ、今度は新田選手が攻め立てている、このペースはまさか流れ持ってるぞ、あーあーいけるぞ、戻ってね、さあ戻ってきて、佐々木つけていく、さあヒット選手しっかり逃げながら、さあこれ距離詰めたいところですね、しっかりと、さあ BK ファイヤー、なかなか中途半端な距離に飛ぶと遠距離攻撃が飛んでくるんで、さあ DA、 うわーっと回避しっかり読んでいる、いいウエスパー、さあ空後横距離 DA、 カス当たり、カス当たりやってる、これはこれはうまい、しかし上に上がる、さあ横強を見せて横強を見せて横強横強、足を見せて、で返す、飛びすんぎ、さあヨーヨーが強い、さあ夏美選手下強を掴んで下投げダメージを取っていく、
ブン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 。上行くよ。空港。横キャディ。ああギリギリ。まだ耐える。うまい。さあ空下。あっとおい。さあ横スマッシュはちょっと届かない。空前。空前はもう一回当てて。熱い空前の。空後。見せながら空前おっと。さあさあ。空後おっと横キャを見せていたが掴んでる。さあ筋肉だるまの。全身筋肉ですから。おお惜しい。ああ横キャ見せて。クエのカツ当たりなのにバースをしない。ここはガーザー。これは助けてもいいですね。バースト。諦めないで。マヤミキ。諦めないで。マヤミキ。あなたのお肌諦めないで。さあ DA はしっかり取って。さあ逆転かい。サンダーが強い。この位置は。うまい。帰れるか。いやー。勝者ディッ